曜日。曜日とは、七曜、七つの天体が守護するとされる日のことを言い、曜日が循環する七日の組のことを週と呼ぶ。日本語では現在でも、各曜日を日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日のように七曜の名を冠して呼ぶが、地域によっては、後に曜日の名に、番号、土着の神、イベント等が当てはめられ、 七要との関係は忘れられている。これについては口述の各言語での曜日の名称を参照。週、曜日の概念は古代バビロニアで生まれ、紀元前1世紀頃のギリシアエジプトで完成したと考えられる。一方、古代バビロニアから様々な経路を経て、ユダヤ教徒が使ったものがそのままキスト教徒に伝えられた。天動説での太陽系モデルでは、 七葉は地球から見た、角速度が速いものほど地球に近く、かつ水星、金星、太陽、火星、木星、土星の順に並んでいると考えた。しかし、曜日の順序は、この順番、または、その逆というわけではなく、二つ置き、三つ目ごとに、遡っている。元来、七葉は、一曜が1日ではなく1時間ごと日常を守護すると、 考えられた。これが、プラネタリーアワーである。プラネタリーアワーの順序は、地球から最も遠い土星に始まり、内側へと進む。きっかり24時間後、すなわち翌日の第一時間目の守護星は、三つ前、あるいは四つ後の太陽となる。以下、順に、土星、太陽、月、火星、水星、木星、金星、そしてまた土星が、 各日の第一時間目の守護星になる。第一時間目の守護星は、同時にその日一日の守護星ともされ、その日は守護星の名をもって呼ばれるようになった。こうして、現在の曜日の順が決まった。日本には日東留学僧らが持ち帰った、宿養教等の密教教典によって、平安時代初頭に伝えられた。宿養業が伝えられて間もなく、 朝廷が発行する宇宙歴にも曜日が記載されるようになり、現在の六曜のような吉祥判断の道具として使われてきた。藤原道長の日記、未同関白記には毎日の曜日が記載されている。宇宙歴では日曜日は日曜と書かれるほかに密とも書かれた。これは中央アジアのソグド語で日曜日を意味する言葉見る、まあを漢字で音舎したものであり、当時、 ゾロアスター教やマニ教において太陽神とされていたミスラ神の名に由来する。その後江戸時代になると、借金の返済や七草の七流れ等の日付の計算はその月の日にちが何日あるか、大抵は二十九日か三十日が分かればいいという理由で、七葉は煩わしくて不必要とされ、日常生活で使われることはなかった。週の最初が何曜日であるかは、 国、文化、基準により、様々である。週が始まる日を日曜日とすることもあり、また月曜日からとするところもある。アメリカ製のカレンダー、ヘブライ語、ポルトガル語、アラビア語、ペルシア語、ア語ベトナム語などでは前者であり、フランス製のカレンダーなどは後者である。イスラム圏では、金曜日が高級日になっていて、カレンダーも土曜日から始まるものがある。 日本で曜日の順列を明確に定めているものには、ジス規格、ジス X0301 があり、01、月曜日02、火曜日03、水曜日04、木曜日05、金曜日06、土曜日07、日曜日と規定されている。日本で週末といえば一般的に金土日を指す。気象庁でも週末を土日曜日としている。また、 週の等と言われれば、月曜を考えるのが一般的で、実情からも、週刊やイメージからも月曜が日本の週の始まりと言える。週刊予定表付き手帳は、月曜始まりのものがほとんどである。一方、古くからの輸入カレンダー等の影響もあり、日本で販売されているカレンダーには日曜始まりのものと月曜始まりのものが混在している。いくつかの言語では、 曜日の名称が明示的にもしくは暗黙のうちに順序を示している。曜日の起源から考えると、プラネタリーアワーは地球に近づく順に進んでいるので、最も遠い土曜日から始まるのが自然である。ローマ史を表したカッシウスディオによって紹介されている曜日の順番の起源では土星を一番目としている。日付から曜日を特定するには、 ある1日についてそれが何曜日かを決めておく必要がある。これは古代からデファクトスタンダード、事実上の標準として暗黙裏に広く認められ、使われていたが、改めて ISO8601 で2000年1月1日を土曜日とすると定義された。日本では JISX0301 がそれに従っている。任意の日付から曜日を求めるには、 ユリウス通日を求める。セラーの公式を使えば、日付から直接に曜日を計算することもできる。グレゴリオ歴では、曜日の循環も400年周期である。その理由は、以下の通り、400年間の日数である146,097日が7日で割り切れるからである。イタリア語、スペイン語などの多くのロマンス書語では、キリスト教やローマ神話に由来する呼び名が、 使用されている。例えば、スペイン語では、日曜日は主、月曜日は月、火曜日は、軍神、マルス、水曜日は、商業の神メルクリウス、木曜日は、神々の王、ユピテル、金曜日は、愛の女神ウェーヌス、土曜日は、ユダヤ教の安息日を、それぞれ起源としている。アジアでは、ロマンス諸語には含まれないもののタガログ語などフィリピンの、 初言語がスペイン語の曜日名を釈用している。ただし、タガログ語において日曜日のみは、週を表すと呼ばれるが、これもスペイン語のがなまったものと言われる。ポルトガル語では、土曜日、第七曜日、日曜日、第一曜日以外は数字を関して、月曜日を第二曜日、火曜日を第三曜日、水曜日を第四曜日、木曜日を第五曜日、金曜日を 第六曜日と呼びて、神話に起源を持つ名称を排除している。英語やドイツ語、オランダ語といったゲルマン系の言語では、日曜日は太陽、月曜日は月、日なむ。また、ローマ神話の神々に相当する北欧神話の神々の名も採用されている。英語においては、火曜日は北欧神話における天空神、テュールに、水曜日は アングロサクソンの主身オーディン、ウォドン、木曜日は北欧の雷神トールに由来しており、金曜日は北欧の愛の女神フレイやフロヤ、土曜日はローマ神話に登場するサトゥルノスを起源としている。ただし、アイスランド語では日曜日と月曜日が太陽と月に由来する部分では他のゲルマン系の言語と共通するが、 残りの曜日において、北欧神話の神々の名はすべて排除された名称が、用いられる。現代の中国語では、日曜日を、月曜日を、火曜日を、土曜日をと呼んでいる。昔は、七曜の名を冠して呼んでいた。その呼び名は中国に起こり、日本や朝鮮などに伝えられたが、現代の中国語ではこれを使わない。ヘブライ語やアラビア語では、日曜日を、 大一日とする番号で言い表される。ただし、ヘブライ語では土曜日は暗息日を意味する、シャバトを用い、アラビア語では金曜日、ジュムアト、土曜日、ブトのみ特別な名称を使用する。ペルシャ語では土曜日をシャンベと呼び、日曜日から木曜日まではシャンベの一日語、二日後、五日後を意味する語を使用する。フランスでは必要性を廃止し、 独自の重要性が設けられた時期が存在した。1793年11月24日から1805年12月31日まで、グレゴリオ歴と1871年のパリコミューンの際にフランス革命歴用いられ、この暦では合理性を追求するため、従来の市要を廃止して10日ずつ3つのデカード。週、春とも。フランス革命歴では1ヶ月は、 すべて30日であったに分けられた。しかし、必要になれた国民にとっては大変苦痛であったため、革命歴廃止を前に1802年3月31日から元の必要性に戻された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。